はい、こんにちは、手塚和義です。プロニュースでは、オタク社長の機材買ってみたなどのコーナーで、読んだ方もいらっしゃるかと思います。昨日かな、一昨日かな、オタク社長の機材買ってみたで、ブラックマジックシネマカメラ、ポケットシネマカメラ 4K BMPCC4K の、記事を書きましたので、まあ、もしよかったらそちらもぜひ見てほしいと思いますが、今回はですね、そうした、ブラックマジック、BMPCC4K のようなですね、ローバジェットな、シネマ製品ですとか、あるいは、学生映画とか、あるいは、ローバジェットなスポーツ製品にちょっと私がフューチャーしまして、そういった商品を、いろいろご紹介できたらと思っております。では行ってみましょう。まず最初はこのアトモスブースからです。でアトモスブース、まあ、いろんな新製品があるんですけれども、中でも今回私が注目しているのはこちらです。ちょっと参考出品扱いなんですけど、気づいた人いるかな。ぜひこれが会場に来られて見てほしいんですけれども、こちらはですね、忍者5の、オプションなんですね。これ何かというと、イーサネット NDI、 これです。わかりますかね。このバッテリーを後ろにこうマウントするタイプのやつなんですけれども、これをこの図のように、忍者5の後ろにくっつけることによって、なんとイーサネットで、通信ができると、 IP に変換できて、でそのケーブルで通信するのを IP 化できるというふうな、装置です。もう、今回の、このあれですね、インタビューの特徴の一つとして IP 化っていうのがあるんですね。その IP 化を、代表する、まあ、商品かなと思ってます。何しろこのね、安い、しかも、まあ、誰もが持ってる忍者シリーズでついにその IP 化を実現したというのが、私はこれ注目かと思ってます。ちなみにこの隣のこれも面白いものですね。これは Bluetooth による、タイムコードの、リセッターというか、そのタイムコードの喪失機ですね。こんなのも出しています。まあ、こんな感じでいよいよアトモスさんも、まあ、本格的な業務機に乗り出してきたなという感じが、こういうちっちゃい商品からしてきます。まあ、もちろんですね、ブースを見ると、いつものおなじみの、相撲19ですとか、あるいは、インフェルノ、これは多分皆さんお持ちと思いますが、まあ、この辺ももちろん展示されますので、ぜひぜひこちらをですね、お越しの際は見ていってもらえればと思っております。ではちょっと、ここからスタートして今回の、インタービューいろいろご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。なんか初っ端からいきなり噛んじゃいましたね、すいません。ここ通れるかな、すいません、失礼します。大丈夫ですね、行きましょう。で今回のインタビューの特徴なんですけれども、まあ、カメラとかの大型機材はあんまり出ていないんですが、代わりに小さい機材とかレンズとかが結構面白いんです。ちょっとそれも一つご紹介したいと思います。それがこちらですね、サイトロンジャパンさんのブース、ローワって書いてありますね。あれって感じがすると思います。ちょっとこちらを、ぜひ、ご紹介できたらと思いますけども、いいですか。これ分かります、フォトキナで話題になった2500のシネマズームレンズです。ちょっとこちらご紹介をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。いいですか、こちら説明してもらって。はい、はい、これはまずぜひ自己紹介から。はい、ニーと申します、よろしくお願いします。このレンズはスーパー 35mm 対応のシネマレンズ、焦点距離は 25mm から 100mm まで、T2.9 マウントは今は PL マウント、今後はEF マウントとか E マウントとか追加します。このレンズの特徴はパワーフォーカスとプリジングはよく改善しました。例えば、画面見ますね。はい、画面見ますよね。はい、例えば、これパワーフォーカス、例えばフォーカスして、これフォルダはきれいにする、ズームところはずっときれいにする、これパワーフォーカスは、よく、改善しました。あ、素晴らしいですね。ちゃんと一回フォーカス合わせたら全域で合うということですね。フォーカス合わせはプリジングで、これフォーカスすると画面サイズはあまり変わらないですね。これフォーカスと画面は変わらない、プリジングはほとんどゼロです。素晴らしいですね、ブリージングゼロ実現してますね。はい、ちなみにこれ、スーパー 35mm ということですけど、発売日と大体のお値段っていうのは決めてますかね。発売時間は予定は大体来年の6月ぐらいですよね。
値段としてはまだ決めてないけど、そんなに高くないですよね。普通のユーザーは買えると思います。はい。だそうです。これ非常に期待できますね。一般ユーザーが自分で持てる、シネマズームレンズということでかなり期待しております。ありがとうございます。ありがとうございました。では次に行ってみたいと思います。大丈夫ですかね。ちなみにこちらですけれども、フォトキナで、モックの展示があったんですね。でも、非常に、人気でして、ちょっと触れなかったんですよ。なので私は記事にしてませんが、今回実機が来ているということで、唯一の実機だそうですが、あれを、今回ご紹介してみました。でおそらく値段は言ってなかったと思いますけれども、フォトキナで聞いたような感じだと、日本円で70から100前半ぐらいかなという感じがしてますが、分かんないですけどね。実際発売になってみてからになりますけど、その辺が、結構楽しみな、レンズではあります。で、次に行きたいと思っているのが、こういった周辺機器といえばなんですけど、この銀一さんのコーナーですね。こちらご紹介したいと思います。で銀さんコーナー、いろんな、商品があるんですけど、中でもちょっと私が今回注目しているのがこちらです。でこちらの、レールの上にこのモーターの、あれですね、コントローラーついている、製品なんですが、こちらぜひ、ご案内してほしいと思うんですが、どうしようかな。よろしいですか。はい、お願いします。まず、自己紹介から、ぜひお願いします。はい、銀一の柏原と申します。よろしくお願いします。お願いいたします。柏原さん、ちょっとこちらの商品の、ぜひご紹介お願いいたします。シロプ社から出ている G22 というものです。NAB 去年の NAB かなで、実はお披露目になったものだったんですけども、ようやくリリースされて出てきました。今までの、左側の方ですねにあるG2 と G2 ミニっていうものの、上位版というか、リプレイスするわけじゃないんですけども、上位版って形で出ています。耐荷重が少し増えたりとか、あとはこう見ていただくと重心が少し高いんですが、それが引く下げられてパンティルとか一体でできる、それから、このスムースにスライドもできるというようなもので、アプリも刷新されて、Bluetooth、Wi-Fi でつながりますよとか、カメラと USB-C でつないでコントロールできますよとか、いろんな機能が追加されています。それから今までは単純に何秒で何センチ動きますとか、何秒で何度動きますっていうことだけだったんですけども、今回のアプリの中では、カーブが作れるというか、ゆっくり動いて速く動くというものが全ての軸に対して設定できるようになっているので、より詳細な動きとかっていうものが実現できるようになっています。ありがとうございます。実は私がすごく気になったのはまさにそのカーブでして、私本業は CG の方が多いんですね。仕事上割合としては CG の時にそのカーブでコントロールするんですよ。それとマッチングが非常にいいなと思って、ちょっとこれ合成屋さん CG 屋さん注目です。で価格帯もかなり安いんですよね。そうですね、全部セットで税抜きで34万ぐらいっていう形です。こういうタイプのコントロールカメラって今までフルセットでうん百万の世界だったのが、その特にカーブコントロールですよね。そのカーブコントロールカメラがこの値段まで降りてきたというのを私は感動しまして、ちょっと ご紹介したいと思った次第です。名前がもう一回お願いします。はい、G22 ですね。上と下でちょっとユニットは違うので、 G22 のパンティルトと G22 のリニアというもので分かれてますので、両方欲しいといったら両方買わないといけないという形でご注意いただければと思います。はい、分かりました。というわけで G22 のパンティルトとリニアでした。ありがとうございます。こんな感じでかなりグッズが当たりなんですよ。製品自体は多分皆さんも前もっていろいろ見てると思いますけれども、それがいよいよ実売になったという点がかなり私は注目しております。で次に行ってみましょうか。ここにちょうどいいブースがありますね。私もフリースさんと同じで初日朝来ていきなりこう走り回ってどこ紹介しようかなって感じなので、あんまりね考えてはいないんですが、ちょっと行き当たり当たり的で申し訳ないところがありますが、こちらシグマさんのブースです。シグマさんのブースはとにかくレンズがフルラインナップついに揃ったということで、このような感じで展示をされております。どうしようかな、どれか触れるといいんですけど、ちょっと向こうに行きましょうか。大丈夫ですか。すいません。こんな感じですね。これが新しい 105mm の、レンズですね。でこのレンズがフォトキナでも展示されてましたけど、日本初かな多分だと思います。で、T1.5 のレンズで、これでフルレンジ、揃ったことになります。で、とにかくもともとがスチールの光学系を使っているらしいんですね。なので若干やっぱりブリージング出たりするんですけれども、とにかくそのフル
レンズが揃った、広角から望遠まで揃ったというのが非常に大きいと思っています。とにかく最安値で映画が始められるということを考えると、とにかくこのシグマさんは外せないなというふうに私は考えております。でじゃあなんでそういうふうなこういうふうなレンズが流行っているかというと、ちょっと後ろ見てください。あちらの、ブラックマジックコーナーですね、あちらの方にちょっと行ってみましょう。こちらのシネマカメラなどがやはり大きな、要因になってます。さあどうしようかな、どこで説明しようか。人が多くてあれですね、話はしてたんですがいらっしゃるといいんですけども、どこかあるかな、まあ、ざっくりこんな感じで、じゃあちょっと私が口頭で説明しながら行きましょう。まず、ブラックマジックブースですけれども、今回はやはりあれですね、ダヴィンチリゾルブを中心にした展示が多くなってます。でダヴィンチリゾルブも皆さんご存知と思いますけれども、カラーグレーディングから始まった総合編集環境です。で、今は、前回からフュージョンも組み込みまして、非常に、大きいソフトになってます。で実際もこれ1本あれば、取り込みから、グレーディングから編集から出力まで全部こなせます。で、こちらについては私の、おとといアップした記事でもこちょこちょ書いてありますので、ぜひ、ご覧になって、見てもらえたらと思います。あ、ちょうどこちらですね。どうもこんにちは。ちょっとお話のようですね。でちょっと、ここじゃあ私が、実機見せながらお話をしたいと思います。このようにこれは Mac ですけれども、このフィジカルコントローラーはかなり低価格で出てますので、すいません、どいていただいてすいません、こちらのフィジカルコントローラーで、こうコントロールできるような特徴になってます。で見てわかる通り、非常にライトな環境で動きます。で、しかも、これ動かしちゃっていいのかな、動かしていいですかね、どうしよう、大丈夫ですか、動かしていいですかね、これ大丈夫ですか、大丈夫ですか、はい、よいしょ、まあ、こんな感じで、よいしょ、 こんなんでもうすごい軽いんですね、サクサク動きます。で、出力はこれはついてませんけど、まあ、出力方法とかもいろいろあるん でそれがこの後ろ、これは後ろのこれ使ってるんですか、 GPU は使ってないですか、使ってるんですか、使った自体が早い感じですね。で、まあ、非常にこう快適で、しかもまあ家庭用の PC レベルでも十分こなせるというのが、特徴になっているソフトです。でこれを使うことによって、まあ、今までハイエンドの世界だったカラーグレーディングが、まあ、ただ同然で、我々の手に降りてきたということが言えます。でそのただ同然というのはポイントがありまして、これが、ブラックマジックシネマカメラシリーズについてくるんですよね、はい、ちょっともしよかったらこれご説明願いますかね。はい、あ、ブラックマジックのこれです、よろしくお願いします、はい、今回ダビチゾルブ 15.2 というのが出てまして、今カラーだけじゃなくて、編集合成カラー、オーディオ全部が一つのソリューションで使えるというものになってます、はい。でこちらですけれども、今回なんか、ブラックマジックローにいよいよ対応したという話を聞いたんですけれども、ブラックマジックローは実はもうすでに対応しておりまして、他のローファイルと同じように、触れるようになってます。でまあ、こちらのカメラローというところにブラックマジックローというのがありまして、まあ、他のうちのローとかアリさんのローとかいろんなローと同じように、12ビットのファイルを扱うことができるということですね。ありがとうございます。このブラックマジックローが非常に軽いんですよね。確かあれですね、アーサー、ミニプロが、正式対応ですよね。本日対応いたしました、はい、今日なんとですね、このインタービープレミアで、正式対応ということです。ブラックマジック、BMPCC4K のはまだ、まだです、はい、もうちょっとお待ちください、はい、ということなので、もうちょっと待てば確実に対応してもらえるそうです。ちょっと実機見てみましょうか。あの辺あった木はあそこですね、はい、ありますね、はい。まあ、もうこれご紹介必要ないですよね。もう皆さんご存知、BMPCC4K ですね。これ、まあ、私の手元にも今1台ありますけど、非常にいいカメラです。バッテリーの持ち以外は完璧ですよね、はい、本当に素晴らしいと思います。ぜひぜひ、まあ、まだ買われてない方も、今注文中の方もこの会場に来れば実機触れますので、ここにはこれガラスケースですけど、向こうに実機触れるコーナーがありますので、それをぜひ触っていただいて、あ、こんないいカメラなんだということを分かってもらえたらと思ってます。あ、どうもありがとうございます、お世話になります。まあ、こんな感じで、14万8000円、まあ、実売で、まあ、15万円そこそこ消費税込みのシネマカメラって、ちょっと私が業界入った頃、今から20年前は信じられない世界ですよね。まあね、昔僕のその頃っていうのは、そのシネマカメラっていうのはそもそも素人に売ってくれなくてですね、非常にこう機材を揃えるのに苦労した記憶があります。
それがね、ああいった形で市販 でしかもあれ、家電量販店で買えるんですよ。その家電量販店でシネマカメラ買える時代っていうのがびっくりです。まあ、もちろん ね我らがシステム5でもね当然扱ってますけど、そのシステム5さんですら革命で、要は店舗を構えていて誰もが入ってて誰もがシネマカメラを買っていい時代っていうのに、まず私は感動したんですね。以前それが今や量販店でも買えるし、ね、でしかもその値段が、かなり下がってきているというのは、ちょっといいなと。もう本当にさっき古市さんが言ってましたけど、もう機材を言い訳にしてできないとは言ってはいけない時代が来たかなと思っております。で次にちょっとすごいですね、この人だかり分かりますか。これソニーさんの 8K なんですよ。でこれがねすごいっすよね、とんでもないですよね。こういうゲーム画面ですよ今、信じられないですね。もう没入感どこの騒ぎじゃないですね、ものすごい世界観です。まあ、こういうのを見ちゃうと私 8K 否定派でしたけれど、ついついこれはもう肯定したくなるなという感じがします。こういうふうな画面が、ちゃんと現実に見れるのも、このインタビューいいところです。ちょっと人がすごいですね、もうこの人ですよ。もうみんながこう注目しているのがよくわかりますね。でこういったすごい映像が発展した理由としては、まあ、もちろん一つはあれです、その画面そのものは高精細化したというのが大きいです。でも今はまあもろに、CG の映像、まあ、私の専門ですけども CG の映像でした。でそういった CG のバックボーンをちょっと今からご紹介したいと思ってます。ちょっとホールを映りましょう。このホール移動がなかなか毎度大変なんですが、すいません通ります。あ、すいません通ります。よいしょ。あ、風止んできましたね。さっきここはすごい風でビューって吹き抜けて大変だったんですけれども、風止んでますね。インタビューの会場は海が近いんで、こう風とか、気温とかが変化しやすくて、それもまた面白いところですね。あ、すいません通ります、ありがとうございます。さて、こちらに到着しました。こちらが、隣のホールですね。でホール6になります。でホール6、まあ、かなりここも面白いホールでして、ちょっとここも、2、3ご紹介していこうと思います。まずはアリさんのブースからですね。アリさんとナックさんのブースですね。こちらが、こんにちは、どうもお世話になります。もしよかったらご紹介お願いできますかね。はい、向こうの方がいいですか。じゃあ向こうに行きましょう。はい、でアリさん、ナックさんのブースではこういった、アリの照明とかですね、あとは、シネマカメラあるいはそのレンズを扱っております。で私も大好きアンジュニュ、これいいレンズですよ。アンジュニュですとか、あとは、今回話題のがこちらですね。でこちら大丈夫ですね。大丈夫ですかね。まあ、ちょっとこちらでじゃあ簡単にご紹介しますけど、こちらがアレクサ LF ですね。こういうカメラです。これは、新しいアレクサシリーズです。で、こちらについてご紹介をしてもらおうかなと思っております。であとはさらにレンズがこれじゃなくて向こうかな、カールツアイスのなんか新しいレンズもあったはずなので、それもちょっとご紹介してもらえばなと思ってますが、と困ったな。じゃあ私の方で簡単に説明しましょう。でこれがですね、まあ、スーパー35ではなく、これは 35mm フルサイズでもちょっと大きい、いわゆるラージフォーマットセンサーになってます。で、画面サイズの 4.5K のデジタルシネマカメラでして、まあ、非常にこうあれですね、美しいでボケ感の強い絵を撮ることが可能です。でただマウントが従来の PLA でなくて、LPL っていう、マウントになってます。こちらですねが、まあ、特徴的なんですけど、まあ、これは当然アダプターがあるので旧来の PL も使えます。フランジバックがショートフランジバックになってますので旧来の PL レンズも当然使えます。まあ、お値段的にはまあ1060万円ベーシックセットでということで、まあ、かなり、ハイエンドの話なんですけれども、まあ、ちょっと話がですね、どうもこんにちは、ちょうど今、担当方来たみたいなのでお話を聞かせてもらいたいと思います。どうもこんにちは、プロニュースの手塚と申します。お世話になります。ナックの、営業担当の岩下と申します。よろしくお願いいたします。はい、お世話になります。ちょっとこちらの、ご説明をお願いできますでしょうか。はい、
こちらがですね、アリの一番新しいカメラになります、アレクサ LF というカメラですね。で、35ミリのフルサイズよりも、まあ、若干大きなセンサーを搭載した 4.5K のデジタルシネマカメラです。で、アリロー、アリの独自のローデータですね、アリロー 4K UHD の収録ですとか、あとはそれを最大150コマのハイスピードの収録が可能なカメラです。で、アリのカメラはですね、フィルムを、まあ、デジタル化するというコンセプトのもとずっと開発をされてきたんですが、そういったフィルムのようなですね、広いラチチュードですとか、色の再現性というものをそのままに、まあ、高解像度化に成功したカメラになります。で、まあ、ラージフォーマット、まあ、フルサイズのカメラになりますので、やはりボケの特徴ですとか、まあ、そういったものが従来のスーパー35のカメラと違いますので、非常にですね、見る人を引き込むですね、特徴的な絵作りが可能なカメラになっています。あと特筆すべきはですね、レンズのマウントなん、カメラのレンズマウントなんですけども、そちらがですね、従来の PL マウントよりもフランジバックを短くして、口径を大きくした LPL マウントというものを新しく開発しまして、そちらを搭載しているカメラになります。で、要はですね、フランジバックを短くした、まあ、ミラーレスのようなミラーレスマウントのような扱いになりますので、従来の PL マウントのレンズをお使いになりたい場合は、そちらにですね、変換マウントが今あるんですけれども、こちらですね、この変換マウントを使っていただければ、 LPL マウントから PL マウントに、マウントを変更して、従来のフルサイズの、シネマレンズをお使いいただくことができます。これ一つ質問なんですけれども、はい、従来の PL マウントをこのマウント変換アダプターを使った場合には、はい、センサーすべて使い切ることはできないんですかね。あれですよね、スーパー35のレンズを使った場合ということですね。フルサイズ、オーバーサイズのレンズを使った場合ですけれども、それは大丈夫？大丈夫です。なるほど、はいですね、ということは、そういうふうなレンズを選んでくれということですね。そうですね。もしくはその LPL レンズを。そうです。LPL のレンズというのは、まだこちらのアリのシグニチャープライムというレンズしか、世の中には存在しないんですが、うん、まあ、今後、カールツァイスのシュプリームプライムですとか、あとはアンジェニューのオプティモウルトラ12倍という、シネマレンズが出てきてますけれども、それらが LPL のマウントに対応するという発表があります。現状ちなみにここにある中で、その PL マウントを接続しつつ、このラージフォーマットに対応できるレンズってありますか？ PL マウントのレンズで、使えるのは、例えば、カールツァイスのコンパクトズームですとか、あとはコンパクトプライム、1、2、3と、そのあたりがすべてフルサイズ対応のレンズですので、あとはライカさんのターリアですとか、いいですね、そうですね、あとはクックの S7 ですか、そのあたりがフルサイズ対応のレンズになってるんですが、まあ、まだまだ足りてないですね。非常にレアなレンズなので、もう少し市場に出回るにはお時間がかかるかなというふうには思ってます。さすがにちょっとEG シリーズはちょっと役不足って感じですか、力不足って感じですか、ね、いえ、EG レンズも非常に解像度の高いですね、レンズなので、アレクサの性能は十分引き出せますが、要はその各社それぞれトーンですとか目指しているものが少し違うので、そのあたりはじっくりですね、ご覧になっていただいて、お選びになるのが一番いいのかなというふうに思います。ありがとうございました。すいません、来ていただきます、わざわざありがとうございます。まあ、こんな感じで、まあ、ハイエンドのカメラになりますけれども、こういうのもあるのも、まあ、インタビューのいいところですね。で、PL から LPL というのは結構一つの革命的な出来事でして、要するに、まあ、皆さんご存知の通り、まあ、アレクサといったら当然その映画界の重鎮というか、まあ、映画はこれじゃなきゃという人も多いカメラじゃないですか。で、それを考えると、そのいよいよついに映画界もショートフランジバック、ね、来たなという感じがします。で、やっぱりそのショートフランジバックの魅力というのはいくつかありまして、まあ、例えばその旧来レンズが使いやすい、それはもちろんです。あとはその他には
大きいラージフォーマットに対応しやすい、これもあります。でさらに言うと、すいません、ショートフランジバックになることによって、まあ、カメラサイズを下げられるというのは大きいですね。実際だからあのアレクサ LF もあの高性能、あのラージフォーマットの割には従来のまあアレクサシリーズとそんなに大きさは変わらない。で当然大きさが、ね、ちっちゃく収められればそこまであの運用コストもかからないという現象が発生しますので、まあ、非常にこれはいい、循環だなと私は思ってます。さてじゃあちょっと、それで、どんどん歩いていきますけれども、ここから先がですね、また面白いコーナーでして、ちょっと今回インタビューまたいろんな新しい取り組みをしています。でその、取り組みに入っていこうと思います。でその前にちょっと先ほど申し上げた、バックボーンですねをちょっとご紹介したいと思います。今なぜこんだけ急に発達しているかというと、ちょっとと思うかもしれませんけれども、そもそもの原因としてマイニング、仮想通貨のブームというのは実は大きいんですよ。で仮想通貨ブームによって何が起こったかというと、 PC の高性能化、まあ、これは分かると思います。もう一つがグラフィックボードの急速な高性能化が行われました。でグラフィックボードの急速な高性化によって CG とかのレンダリングコストが限りなく下がってきたんですね。これも私のまさに専門分野であるんですけれども、その中でも特に最新のグラフィックボードをちょっと今からご紹介できればと思っています。それがこちらのエルザブースにある、グラフィックボードのご紹介です。でどうしようかな。あ、どうもお世話になります。よろしくお願いいたします。あのプロニュースで参りました。でもしよければちょっとあの今あのネット生放送なんで、こちら の, あのクアドロの新しい RTX のレートレースボードについてご説明願えたと思うんですが、よろしいでしょうか。分かりました。今ちょっとデモをやっている最中なんですが、あ、よろしいですか。はい、今マヤをベースした、アーノルドというレンダラーでの、リアルタイムレイトレーのデモをやっている最中です。で、ワークステーションの方に関しましては CPU が、32コア、64スレッドで、この CPU を使ったレイトレの速さ と、GPU RTX を使った GPU で RT コアを使ってですね、レンダリングする速さとの、体験をしていただくためのデモンストレーションというのをやっております。ちなみにこの RTX の特徴というのはやっぱりレートレスだと思うんですけども、どうでしょう、リアルタイムレートレスってその CPU による従来のレートレスと画質の差とかってありますか。現状は今ありません。大丈夫です、はい、だそうです。なんでそのリアルタイムでこのグラフィックボードに移管することによってレートレスって分かりますか、ね、皆さん、あの光線の屈折回数ですね。あの通常は当然現実世界でライトから出た光が物に当たって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 目に入るんですけど、それをレイトレースは逆になります。カメラのレンズからスタートして、レンズから第一照射物、第二照射物、第三照射物に当たった後、第四照射物の元の原点ですね、光源に当たるというようなスタイルをとっています。これを屈折回数と言います。で RTX のこのこれ6000かなは、これは何回までいけるんでしょうか。すみません、そこはちょっと、あ、それはいくつですか。かなりの屈折回数いけるんですよね、リアルタイムで。ただ、アプリケーションにも依存しているので、アプリケーション側の方で何回っていうのを設定していただければ、いけるはず、はいはい、すいません、はい、ですね。すいません、ちなみにあの今マヤがついにアンドロイドレンダーで対応してますけど、あと他にはどんなソフトを対応してますか。今後の予定としては、VLETですとか V レイというような汎用的な、デザインビジュアライゼーション用のソフトウェアでも対応していく予定ですね。ちなみに編集ソフトではどうでしょう。まだ分かんない、まだ未定のようですね。でちなみにこれ私が聞いた噂だと、ちょっと編集ソフト側もかなり興味を持っているという話だったので、ちょっとこれ楽しみにしてていいと思います。でこれが実現すると、まあ、今はこういう、ね、私の触るようなあの、まあ、マヤダのさっき言ったアンドレンダーの V レーダーという本当に専門的なあの 3D のレンダーを使ってますけれども、そうではなくですね、あの一般的なその例えば、まあ、ダビンチはどうか分からないですけど、ああいったソフトウェアでもあのリアルタイムで、ね、あとアドビさんとかですね、はい、RT系でも、はい、あの RT コアを使ったソフトウェアというのをこれからリリースされていきますので、はい、ですね。私も聞いたのは実はそのまさにあのアドビさんの話で、アドビさんの、ソフトウェアでいよいよその RTX に対応するぞという話はちらっと聞いてますので楽しみですね、はいはい、あ、どうもありがとうございます。すいません、無理やり捕まっちゃってありがとうございます。まあ、こんな感じでこれが今のその
我々が見ているそのハイエンド、その高画素だったり、あの HDR だったり、あるいはそのさっきの CG とかもありましたね、ああいったもののバックボーンですね、まあ、本当に何が良くなるかわからないものでして、ああいったですね、まあ正直マイニングってうさんくさいとこあったじゃないですか。ああいったうさんくさいマイニングがですね、こういった我々の技術の進歩に直結しているというのが非常に面白いなと思ってます。さてで、いよいよちょっと私が紹介した最後のコーナー近づきますけど、こんなのあるんです。これ見てください。すごいっすよ。こんなコーナーです。こんな感じで、いろんなこちらの絵もすごいですね。この絵があったり、あるいはこちらにちょっとこのすごいブザーになったりしますよね。これがですね、今までのインタビューはなかった現象だと思います。実はここですね、エリア的にはですね、DG エクスポ、デジタルコンテンツエクスポといいまして、一応名目上はインタビューから別のイベントということになっています。まあ、実際はコラボレーションイベントになっています。ちょっとこれを ご紹介していこうと思います。今すごいことになってますけど、これがですね、シーグラフのイマージングテクノロジーっていう部門があるんですけど、シーグラフ皆さんご存知ですかね。アメリカでやってある ACM、 コンピューターマテリアル、コンピューター数学学会っていうのがあるんですけれども、そのコンピューター数学学会のグラフィック部門っていうのに、よく我々 CGI 行ってるんですけれども、そこに日本がよく展示してるんですね。そういった日本の大学の展示物がここに並んでいます。でさらに日本だけじゃなくて海外の、その大学ですとか研究所からの来てまして、ちょっとそれをですね今ご紹介できればと思います。ハロー、ハロー、I am back。ハロー、please talk to this emerging technology。Yes, okay. So it's an AR video game.You build the platforms with sticks and to help the little character to go from the left to the right.And to turn on the light. Uh-huh. And you have to be careful with your shadow, because if your shadow is over a light, it will turn this light off. Okay, so the technology is based on computer vision, and with a camera we record the shapes of the wooden sticks, the red wooden sticks, and we create a mesh from that.So it's based. The inspiration is based on a French tale, which called Little Prince from Saint-Exupéry, and in Japanese I think it's Hoshino Ojisama. Mm-hmm. And yeah. Okay. Do you have further question? Okay. ちょっと今日本語で翻訳します。で、こちら何かというと、このエマージテクノロジーの、積み木を使ったバーチャルリアリティ のちょっとしたゲームでして、ちょっと紹介しますね。このちょっと手前にありますね、これが分かりやすい、こういう積み木があるんですけど、この赤い棒があります。この赤い棒が、センサーじゃないんですけれども、その今回 そのキーワードになってまして、それをこの積み木の上に、この後ろに分かりますかね、この後ろにあるゲームは、これが星の王子様のゲームなんですけれども、この星の王子様のキャラクターがこの赤い部分だけに歩けるんですよ。でそれをこの積み木の上にこう重ねてあげることによって、無事に向こう側に到達させてライトをつけさせてあげるというゲームになってます。これ非常に面白いですね。まあ、こんな感じですね、まあ、ちょうどやられますね。今これ多分ゴール行くはずですね。こんな感じで赤い橋を通すことによってゴールについて、でキャラクターが電気をつけるという、あ怒っちゃったな、あ怒っちゃった死んじゃいましたね。まあこんな感じですね。というふうなですね、こういう今までの、インタビューで見られなかったような、本当に、シーグラフで見られるような最先端の映像が今年はあります。それがこのデジタルコンテンツエクスポなんですね。ここが非常に私は魅力的だと思ってます。ここだけじゃないんですよ。まだ向こうにもさっきのところにもいっぱいありますよね。こんな感じで本当に山ほどありまして、これもう黒いブースが全部そうなんですよ。これだけその皆さんが知らない体験がありますので、ぜひぜひですね、このインタビューに来てもらえたらなと思っております。まだ時間大丈夫ですか、いけますか。じゃあちょっとまた紹介しましょう。あよかった、ちょっと思わぬ誤算でまだいけるみたいなんで、でですね、どこだっけな、あとはこの辺とかですね、これちょっとご紹介したいと思います。こちらが明治大学の、ブレインツリーですね。これ見てください、この格好。こんな感じでこう頭にですね、このこれくっつけて、ちょっとこれもしよかったら、これインターネットの生放送なんで紹介いいですか。はい、紹介ですか。はい、じゃあどうぞお願いします。僕たちの展示ブレインツリーでは、頭に植物を、あ、自己紹介、明治大学のニンニンラボというチーム名で、やっています。
総合数理学部先端メディアサイエンス学科です。僕たちはブレインツリーという頭に植物をが生えたかのような感覚を味わえる体験をやっています。ぜひゾワゾワしたような感覚を味わいたい方がいたらぜひやってみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、こんな感じでこれはあのバーチャルリアリティの映像じゃないアプローチですね。要は感覚のアプローチなんです。要はこの木から、まあこれは電気刺激、物理刺激、物理刺激ですね、はい、物理刺激によってその根っこが頭に生えているような疑似感覚を与える装置なんです。非常に面白いです。これやってますけどもう本当に気持ちが悪いこのうわ生えてるぞって感じがあるんですよ。こういう体験がですねできるのが今年のインタビューの面白いところです。あのいっぱいありますね。こっちにもこんな感じですね。ここはこんな感じでこうサッカーのこういうのがあったりですね、あるいはこれはちょっと過激なんですけども東工大の出血体験といいまして、これもさっきと同じですね、感覚側のアプローチです。要するに血が出てるぞっていうそういうやばいぞっていう感覚ができるっていう、装置なんですね。これもあの VR の技術、両目の、画像とそれと感覚装置を組み合わせることによって実現している。で見ての通りこんな大行列ができてます。非常にすごいですね、コンテンツになってます。あ、これちょうど担当の方ですか。あ、もしよかったら簡単に説明をお願いいたします。そうですね、こちら紹介します、自己紹介から、はい。出血体験のチームメンバーの、市太郎と申します。出血体験は、サーマルグリル錯覚っていう痛みを出す錯覚と VR の映像を組み合わせて、出血時の痛みを疑似的に出す、体験になってます。で、ハップビートっていうデバイスを使って心臓の鼓動を出したりとか、まあそうですね、結構ホラーな雰囲気を出して、面白い体験を作っています。ぜひ体験してみてくださいという感じですね。これが、これは皆さん学生さん大学院生さん、大学院生と、はい、学生あでやってるすごいっすね。これはおじさん的な感動ですね。どうもありがとうございます。いいものを見せてもらいました。ありがとうございます。これ本当にあのショッキングです。こういう風なアプローチってあるんだなと思いますので、これもかなり行列してますけどぜひぜひまだ、インタビュー始まったばっかりですのでぜひ体験してください。特にあ映像ってこういう可能性あるんだとか、映像がなくても実は映像とか体験できるんだなっていうのが結構わかると思います。ここから得られるクリエイティビティってあると思いますのでぜひ来てみてください。まあちょっとね私は非常にこう独特な世界で、ただこの最後に私が普段やっている多分皆さん おそらくそのプロニュース読者の皆さんはほとんどが実写の方だと思うんで、まあ、こういう CG がメインの人間の世界観というのは、まあ、あんまり知らないと思うんですけども、今年は私が普段いる世界がこうご案内できるのはちょっと嬉しいです。興奮しております。なのでぜひ皆さんこちらの、インタビューの会場に来ていただいて、こういうシーグラフチックなですね、エマージングなテクノロジーの数々に触れていただいて、ぜひ自分であ血が出たとか頭に何か生えたとかですね、そういうのを経験してもらって、 VR って言ってもこうね両目映像だけじゃないんだぞとかですね、あ未来ってこうなるんだっていうのを体験してもらえればと思っております。それでは、長くなりましたがこの辺で、一旦、終了としたいと思います。まだまだですね終了といってもですねこの、インタビュー続きますし、まだまだこのプロニュースの放送続きます、練り歩きも続きます。ぜひ次の方のこの映像を見ていただいて、また新しい、知見を得ていただければと思います。どうもよろしくお願いします。お疲れ様でした。